アル,ジェアルジェは北アフリカアルジェリア民主人民共和国の首都でありアルジェリア最大の都市である西部地中海に面している2010年の都市的地域の人口は335万人であり世界の第90位同国では第1位である地中海の要塞として古くから発達した都市である都市は 海岸付近の低地に発達した近代的な部分と標高100メートル以上の高地にあること部分に分けられる。海岸付近は北アフリカのパリという言葉にふさわしく植民地時代の影響でノートルダム大聖堂に代表されるフランス風の建築物が立ち並んでいる。また地中海沿岸のた都市と同様に白壁の建物が多い。 内陸の旧市外部はイスラム風の建築物が多く、モスクが数多く点在している。また、映画、傍教の舞台として知られるカスは、城壁は1992年世界遺産に登録された。カミ紙作の小説、異邦人の舞台としても有名。紀元前1200年頃には、フェニキアがこの地に植民して公益所を置いていた。に戦争後は、ローマ帝国の領土となって、 イコシウムと呼ばれたが、5世紀中頃に、ゲルマン系バンダル族によって一侵略された。次に、東ローマ帝国がここを支配したが、650年、アラブ人に駆逐された。950年頃、先住民族ベルベル人のツイール町によって、現在の市街が創建された。彼らによって名付けられた、現在のこの町の名前、アルジェは、 島を意味するあるジャザーイルというアラビ語に由来する。それから500年間、この町の支配権は、ヨーロッパ、アラブ、ベルベルの軍人たちが交互に握った。1510年、スペインが湾の小島の一つペニョン島を占領し、とした。1516年にバルバリア海賊のバルバロス・オルチと、バルバロス・ハイレッディン兄弟がに成功。1518年に、 アルジェを支配していたバルバロス・オルチとバルバロス・ハイレッディン兄弟は対スペイン戦の支援を求めオスマン帝国に帰属することを宣言。1529年にバルバロス・ハイレッディンはに成功しスペイン人を追い出した。1538年のプレベザの海戦でオスマン帝国からアルジェリアに至る地中海の聖海圏を掌握。1541年スペインがに失敗。 オスマン帝国支配時代のアルジェは、オスマン艦隊の拠点となり、ヨーロッパ諸国から海賊海岸として恐れられた。その後230年間にわたって、行政、公易、地中海での海賊活動の中心として栄えた。1775年、スペインがに失敗。1783年、スペインがに失敗。1784年、スペインポルトガル。 両シチリア王国、マルタ騎士団連合軍がに成功。1815年、アメリカの艦隊が遠征し、アメリカ船舶への攻撃中止を約束する平和条約を結ぶように求めた。しかし海賊活動、海賊貿易は継続されたため、翌1816年にオランダとイギリスの連合艦隊は、アルジェ砲撃によってアルジェリア艦隊をほぼ壊滅させ、 地中海の西海権を主中にした第二次バーバリ戦争。オスマンの艦隊としてのアルジェは1830年に幕を閉じた。この年、フランスはアルジェに上陸、占領し、やがて国全体を占領したアルジェリア侵攻フランス支配は1962年の独立まで続いたが、フランスはアルジェを 植民行政の根拠地として都市づくりを行い、海岸部にはフランス風の近代都市が建設されて、現在のアルジェの姿はここで完成した。第二次世界大戦中は当初ビシーフランスに属したが、1942年の統治作戦で連合国軍による解放が行われた。あと、連合軍の北アフリカ司令部とドゴールの自由、フランス政府がここに設置された。 第二次世界大戦後、世界的な脱植民地化の流れの中で、アルジェリアの独立運動が高揚し、アルジェリア戦争、1954年から1962年が始まると、アルジェも、1966年に映画化された、アルジェの戦で知られている戦闘で、フランス軍と FLN の間の戦場となった。1962年の独立後、アルジェから引き上げた、 ピエノワールと入れ替わるように人口が集中し、住宅不足や水不足など様々な都市問題が生じている。地中海沿岸の都市であり、アルジェ湾の西側に位置する。海岸からサヘル丘陵に向けての斜面に都市が広がっている。アルジェは重要な経済、商業、金融の中心地である。アルジェ港からは、鉄鉱石、林鉱石、ブドウ酒、コルク、オリーブ、 オレンジ類を輸出する。ウアリブーメディアン空港からは、アフリカ、中東のほか欧州各都市や北京、モントリオールなどと結ばれている。2011年に市内交通としてとアルジェ地下鉄が開通した。またによる、近郊電車の運行も行われている。エツサにより、アルジェ市内及び隣接する地区との間に、路線バスが運行されている。アルジェは、 海岸沿いの平地のすぐ横に高地が隣接している地形であるため、この標高差をショートカットできる公共交通機関としてロープウェイ路線が複数運転されているほか、さらに新設が計画されている。最も古いものは1950年代、フランス領だった当時に開業。1980年代にも3路線が開業した。これらの古い路線は2000年代以降フランスの 作動大手ポマシャとの道で近代化されている。2014年にはポマシャとエツサ及びアルジェ地下鉄の出資による運行会社が設立。最も新しい路線は2019年1月に開業した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。